このピースボートっていう船はですね、約3ヶ月かけて地球を一周するわけですが、その時にさまざまな人と出会い、またいろんな人との文化にも出会うということで、世界遺産とも出会うということがあってですね、そういうその地球を船を乗りながら地球一周を楽しんでいただいたりです。ぜひ皆さんもこの船に乗っていただいて、中国や日本や、それ以外にも韓国やそして他の欧米の人たちとも一緒にですね、この船で交流しながら、平和の旅を続けてご覧になってはいかがでしょうか。とっても素敵な旅です。お待ちしています。